第二席。大阪に雑魚場というところがあります。新川という魚河岸で雑魚場の新助というのがある。こちらなら母弟振りをいたしておる身分。しかしご当初のは身なりもキリリッといたしておるが、大阪の魚屋はなんとなくまず売り方からしておかしなことを申します。それは四字ゆえたくさんは述べませんが、刺身のことを作り身、ひょうたん引きのというのはイワシの新しいのということです。この新助と申すは25で、妹は13になりまして、お百と申します。このお百、ただ器量のよろしいばかりでなく、心がけも素直で優しい娘。今は二親とも死に果てましたが、もっともこのお百は、てて親が二度の妻をもらった時の連れっ子だが、それは名ばかりで、実の兄弟よりも親しく、新助もお百やお百やと愛しておりますから、違っておる仲だなどとは見えません。お長屋の衆も実に羨ましいというほどに褒めている。この13になるお百、ちょうど享保8年の12月、大晦日の夕方のことでございます。油差しを持って油を買いに行き、その帰り道に自分のうちの路地口に入ろうとすると、薄暗い壁の隅にぼーっと何やら立っている。色の黒い嫌な坊さんがべったり壁に寄りかかって立っていて、お前は新助の妹のお百坊だろう。はい。おじさんに坊の体を少し貸しておくれ。あら、嫌なおじさんだ。とバラバラっと駆け出すと、後ろから鉛筆を伸ばしてうなじをつかんで引き戻される。キャーッというなり、そのまま倒れて正気を失った。うちにいた新助は、妹がもう油を買って帰る自分だと、あがり鼻に行灯を出し、太い灯芯を入れて待っていたが、帰ってこない。するとキャーッという声が聞こえたから、はあはあ、犬にでも追われたことか、と出てみますと、油差しは向こうの方に転がって、太郎どんの犬と次郎どんの犬がペロペロ舐めており、お百はそこにひっくり返って気絶しておりますから驚いた。これから長屋の者も大勢出て、ともども介抱いたしますると、お百はようやく目をパチリ開いた。お百さん、気がついたか。はい。もしそこに嫌な坊さんがおりはしませんかい。いや、何にも言わしない。今、色の黒い坊さんがそこに立っていて、私が油差しを持って帰ってくると、その坊さんが、お前は魚屋の新助の妹のお百坊じゃないか、と言うから、はい、と言うと、少しお前の体を貸してくれって、はあ、嫌だ。あんまり怖くなったから、私が逃げ出そうとすると、ラジオコを捕まえて恐ろしいと思ったからキャーッと言ったとまでは知っておりますが、その先はちっとも覚えがありません。そりゃあ大方風の神か疫病神でもあろうから、今夜あたりは熱でも出るかもしれねえ。まあ風呂に行くのはよしたがよかろう、などと申しましたが、そのままで別に熱も出ない。他に変わったこともございませんでしたが、3日ばかり経ってから、私の体にこんなあざができたが、兄さん、おかしいじゃありませんか、と見せるのを見ると、右の肩からまくり上げた腕まで赤いあざができた。これが一つの不思議。しかしこの不思議といたしたあざによりて、これが証拠で後年
羽柴の宗泉寺でお召し取りに相なる。なんだろうこりゃ、大方引っかかれた傷であろう。日柄もたったら治るだろう。と兄の新助言い聞かせて、妙なあざだと思ったなりに、この年の暮れまで何もお話はございません。その明くる年のことでございます。前申し上げましたる海鮮問屋の桑名屋へ、ある日右の雑魚場の新助は参りまして、台所の障子を開けて、こんちは、何かご用は。魚屋さん、ちょっと待ってください。はい。今お客様がおいでになって、料理屋にあつらいものをしたところが、待っても待ってもお魚が来ないので、二度ばかり使いをやったがまだ持ってこない。大層混み合っていると見えて、うちでも困っているところだから、作り身があるなら二人前お急ぎで。かしこまりました、と新助はすぐに二人前を作りまして、へい、お作り身ができやした、とそこでお箸をもらって、ありがとうございます、と魚屋の新助は帰りかけると、おや、お前は新助じゃないか。これはこれは、申し訳もおまへん。すっかり変わっておりやすさかい、見てもちょっとわかりまへんでな。あんたはんは泉州境の河内屋の糸藩でやすか。関東ではお嬢さんですかというところを、関西では糸藩でやすかと申します。私はあの河内屋の。よう、まあご立派なお家藩にならしゃった。わたいはな、あんたのおうちへ18の年まで奉公してやったが、やはり魚屋の子は魚屋で、カエルがおたまじゃくしを産んで、俺は竜を産んだと楽しんでいたやら、大きくなったらやはり俺の子は俺に似ていると言ったという例えがあるが、魚屋の息子は魚屋になっていますが、まあ糸藩な、いいお家藩にならしゃったな。そうして堺の津波の時に、まあよう助かりなはって。そうして後のお方さんは、ご兄弟とご両親も、まあなんとも妄想用もござへんことで、そりゃそうと、おうぞ、まあまたこれから毎日来ますでな。ご惣菜物でもご用をお願い申します、と言って新助はその日は帰ったが、これより毎日出入りをいたしております。ある日のことでございましたが、新助は例のごとく、こんにちは、と言って桑名屋へ参ると、女房のお高は橋近く出て参りまして、新助殿、つかぬことだが、お前の得意先に14、15になる三味線も弾き、ちょっと手踊りの一つも踊れて、あまり下品でない女の子を駒使いに置きたいと思うのだが、あるなら世話をしておくれでないか。というのは、私どもの商売では河野池さんをはじめ、常々ごひいきになる歴々の衆も、折節見えるその時にいつもご衆を上がるが、そのお座敷にはお借人もなければならん。それには立ち入ったことだが、芸者などを呼ぶと手当も十分にせんければならぬから、どうかその代わりにほどの良い子をうちに雇っておきたいと思うの。どうだろう、お客様のお好みだと踊りもちょっとできて、三味線も弾け、どっかのお嬢さんという作りにして、御主のお酌をさせる綺麗な子はあるまいか。はあ、おいはん、あしの口からは申しにくいが、あしの妹にお百というのがあります。今年重視でございますが、近所の衆も良い器量じゃと、こう褒めてくだわります。あしの目から見ましても、住人並みの相場よりはちっ
といいように見えますが、どうでございましょう。わしがあなたのお里にご奉公いたしましたご縁をもって差し上げたいと思いますが、妹というても内々は義理ある仲ゆえ、いつまでもうちに遊ばせておきますと近所の口もやかましゅうござりますので、どうかどこぞにいい口があったらとちょうど思っているところで。おお、それはこちらでもちょうどよい。それではお前その妹を遊ばせによこしな。いえ、遊ばせどこではございません。どうか叱ってお使いなされて。と新助は重臣になる義理の妹お百を桑名屋のうちへ連れてまいって、くれぐれも女房お高に頼み込んで帰りました。これが桑名屋にあだなすもととは、神ならぬ身の誰もつゆ知らぬ。お百は重臣の年の暮れで明けて十五になりますると、日陰の豆もはじける頃、ましてや利口なお百ですから美しい器量がなお一倍よく見える。ついに主人徳兵衛は手をつけて台所や土蔵の二階でひそかに話をすることもある。あこぎが裏に引く綱の度重なれば現れて本妻のお高が目にも入りますけれども、お高はまことに結構な気質で、臨機嫉妬というようなことは露ばかりもないが、女も下方には寄ると触るとやきもち喧嘩があるもので、まるで新聞などにも不定裁の醜聞が現れます。されば女も男も慎むべきは嫉妬の念で、実に恐るべきの一つであるが、なんぼ気立てのいい女でも人間ですから、これをお高が見たり聞いたりするのが度重なると、あまり心に面白くもない。ひさしを貸して母屋の例えの通りで、こんなつまらない話はない。高尾の文句にもある通り、泣いて明かさぬ世はとてもなし。この穂村を消すためには先祖の墓所で愚痴を並べるよりほかにない。そこで親や兄弟などの菩提のためにちょっちょっと泉州堺のお寺に参ります。今日も小僧を連れて参詣に行く。里は津波に死に絶えて誰もおりません。すでに前にも申す、実に気質は結構な優しいお高、何でも自分の着物から帯から頭のものまで似合わしいものはお百にみんなやってあるのでございますが、お百の方ではまたあの女房を追い出して、まだ残っているあの着物はこうしてこうしてこう取ろうというような大悪心、海坊主がついておりますから、今までの入話とはがらりと変わった下面女菩薩、内心女夜叉のこの独夫の生い立ちでございます。ちょうどお百の十七の正月三日の日に、蔵前の小座敷に榊原で当家の主人徳兵衛が良い心持ちに寝ておりますところへ、旦那へ旦那へ。なんだ、あの河野池さんがご年頭に。おお、そうか。なぜ起こさなかった。いいえ、大腰申そうと思いましたら、いやいや、大腰申すには及ばん。春長にまたゆっくり伺うから、今日はほんの年始に参ったのだとおっしゃって、ご年玉を置いておいで遊ばしました。おお、そうか。いい心持ちだった。もうこれ日が暮れようかな。お高はどうした。いまだお家さんはお帰りになりません。寺参りに行くといつも遅いがな。おや、なんだ貴様、泣き顔をして。正月の三日から泣くやつがあるか。
やめさしちゃい。どうか旦那、私はおいとまごいを。今まで機嫌よくしていたのに急に暇をくれとは一向わからんじゃないか。ご奉公している日になりますと、あなたのおためにならんことがあるとお耳にも入れんければなりません。入れますとまたお家さんも懺悔するとか陰事を言うとか、どうも私が恨まれるようなことになります。だからいっそ私の身を引くより他に仕方がございません。なんだ、本にあなたはおいとしいことで。ん、なんだって。何にも知らないでいらっしゃるからおいとしいと思うんです。何、なんだって。去年の暮れ、行方知れずになりました番頭の善兵衛。おお、善兵衛。あの人とお家さんとあなたがビンゴの尾道にいつぞやそれ27、8日ご逗留になったことがございました。おお、あった。あの後でご土蔵にお吸い物碗を片付けるとき、番頭さんとお家さんが何のお話か知れないがごとごと話をしていらっしゃったが、私の姿を見ると急に番頭さんは降りてくる。それからこっちはお家さんの調子がガラリと変わって、あなたのいる前ではあのまあ猫なで声でお百夜などとおっしゃるが、出ておしまいなさると私をぶったり叩いたり、いちいち夕日になりますともう数え立てられませんから辛抱していましたが、もうあなたもご承知でしょう。折々物産だ物産だと言っては先週堺へお出向きです。あれはその善兵衛さんをあっちの方にかくまっておいて、お寺参りにかこつけてはその善兵衛さんのところへ行って話をしていらっしゃることと私は存じますが。ふーん、あの音吉は。音吉には何か鼻薬でも買ってあって、あんなぼんやりした男ですから平気にお家さんと一緒に帰ってくるのでしょう。ふーん、なるほど、そういうことが世間にもある。宿生め、どうするか見やがれ。秋風の吹いているところへ、気に入っている目掛け同様のお百に煽られましたからたまりません。一途にそれと思い込んだので、かわいそうなのはこなたのお高。飼い犬に手を噛まれたような目にあったのだから、悔しくって悔しくってたまりません。なりもすっかり自分のものを縫い直してやって、おつむりの道具から何から何まで不足なくくれてやって、外に出るときに自分で帯をも締め直してやるというぐらいにしている結構人のお高だから、口では何とも言えませんが心で泣いている。よく世間にもあることです、右の飼い犬に手を食われるということ。実に当人は腹が立って、はたから見ると気の毒なもので、もう日も暮れかかりましたることで帰ってまいりましたるお高は静かに手を使え、旦那様、ただいま帰りました、おおきに遅くなりました、ちょうど懇意の者に会いまして、それこれの話に手間取りまして、という挨拶をも待たず徳兵衛は、ここでは話がならねえ、ちょっと2階へ来い。あら、旦那様へ何かご用で。驚くには構わず慌ただしく手を取り回して土蔵の2階に引きずり上げ、己知るめえと思うが、よくもよくも亭主の面に泥を塗りやがったな。あれも、あなた、なんで私が。じらじらしい、黙りやがれ。俺が尾道に行った後、去年の暮れに金を盗んで駆け落ちした番頭の善兵衛と己乳くれやがって、お間遣いのお百に見つかって。まあどうもこれは驚きますよ。お百や、お百、お前なんだ、私と善兵衛と。あの
お家さん、隠れたるより現れるはなしとか申しますよ。もう仕方がありゃしません。まっすぐに行っておしまい遊ばせな。これはどうも、これはしたりお百。月光人のお鷹も腹に据えかねて立ち上がる。何しやがると徳兵衛が横顔をポカーリ。ぐったりと前にのめりまするお鷹をぐるぐる巻きに縛り上げ、猿ぐつわをかけて土蔵の針に吊るし上げました。その上になお飽きたらでか、かわいそうにもぶってぶってぶち据えた。身をもでいるのをぶたれましたからたまりません。お鷹はうんうんとうなるばかり。死なば死ねよとお百と徳兵衛は土蔵の2階から降りてまいって、八畳の小座敷で酒盛りを始めました。ところへ帰ってきたのは能登の七尾から奉公に参っている飯炊きの佐吉。忠義者のことでちりっぱ一本も粗末にしない。洗い流しなども捨てるようなことはなく、きれいに流して猫や犬の食い物とする。いいところは自分で食べるというようにして、紙くずがあっても使えるだけは気をつけるという、この上もなき執思い。縁国者には珍しい男。今風呂から帰ってきて小倉の帯を猫じゃらしにぶら下げて高橋田をガラガラ引きずってまいりました。おと吉丼へ。おお、佐吉丼かい。ああ、お家さんは帰ってござっしゃったか。はい、お家さんが帰ってござっしゃると旦那様がすぐ土蔵の2階へ連れてって、それぎり何でもお百と八丈の座敷で酒飲んでござっしゃるが、お家さんな何の御用があったやら。へえ、お家さんな土蔵の2階に、何だろうと首をひねって周思いの佐吉が土蔵の2階に明かりを持って登ってみると、無惨やお鷹は猿ぐつわで針にぶら下がって気絶している。びっくり驚いて縄ぼとき猿ぐつわを外して、おいえおいのう呼び行けました。まだ体があったかいから背中をさすり水を与えましたから、ようやくに気がついた。あーいー、佐吉丼かえ。お家様、気を確かに、気を確かになすって。おお、私がおりますから大丈夫。はい、お前のご恩は忘れない。佐吉や、私は口惜しい。これこれのわけでこの目に会うたと話を聞いた佐吉は、まあなんて憎い了見だろう、捕役の尼。おめえ様がつむりの上から着物まで直して、みんなあの尼にやらしゃるだて、近所の評判じゃ実の妹と言ってもこれまでにはできねえ。本当に関心に可愛がっていなさると言ってる。なんてまあ悪い山か、ふぬ、どうするか見ろ。と駆け出しそうにするからお鷹は、佐吉殿、ちょっと待っておくれ。お前がお百を打つかなどすると、私がお前に言いつけてあれをぶたしたように世間の人に言われる。またこのくらいの心象に、目かけ出かけの一人ぐらいいたって何も心象に触るほどでもない。よし、あれを本妻に直しても、私は隠居同様に別個しさえすればいいから、とにかく世間の人の口にかからないようにしておくれ。とこんな目に遭いましても夫を思うお鷹の定説。佐吉や、私はこんなにぶたれても旦那に立てるミサを破りはしない。どうぞこのままにしておいて。お聞いて佐吉も涙を流し、握りこぶしでしきりに目の縁をこすっているうちに、お鷹はまたもや歯を食いしばって、うーんと取り詰めたのは尺だ。へえ、お家さん、どうしなされた。これしっかりなすって。お百は長ズバに参りますると、土蔵の戸前にちらりと日陰が見える。
誰が上がってあの山の神を解放しているのかと思いましたから、急にバタバタ座敷に戻って、旦那へ。なんだ、誰か2階に上がっておりますね。大きにお世話なやつだな。どいつか知らん。よし、こいつ魔男だと言いかけてすっぱだかにして追い出してやろう、といきなり刃物を持ちまして土蔵の2階へ駆け上った徳兵衛。今苦しんでいるお鷹の尺を押さえている佐吉の後ろから出し抜けに、おい、うぬは大それた主の女房と重なりあって。おお、果てこともね、こりゃわしがいつ重なり合いました。かわいそうにお家藩がおめえ様方につれえ目にあって、それで苦しんで今尺を起こしているのを抑えてるところを捕まえて。バカ言え、うぬ普段からおかしいと思っていたが、見つけたからには許さねえ。この雨は犬猫にも劣ったやつだが、しかしまっすぐに魔男をしましたといや命だけは助けるが、死ねえなぞと強情を張れば重ねておいて四つにする。さあどうだ。言われて佐吉は、はあ、てねえ、魔男をしたといえば助けるし、死ねえというと切るという、そんなあべこべな判断がありやすか。私には一段もわからねえ。佐吉、それはもうこしらえごとだから、お前黙っておいで。下手に争うと怪我もする。私は前世の宿業と諦めるが、お前はまだ兄弟も国にあるということ、辛抱して後になれば濡れ衣も晴れる。お前の日頃の心立てが良いから、誰も何とも良い人はあるまい。もうどうしてもこの場は仕方がない、覚悟をし。まだ誰にも話はしないが、三月ほど前から私も身重の様子。身二つになるまではどんな難題をかけられても辛抱をしたいと思い詰めてはいたものの、かくまでたくまれてはもう仕方がない。はい旦那、私は不義いたずらをいたしました。これとんでもねえ、あなた、まあ、何を。いいからお前、決してここは黙っていて争いなさるな。争い立てをするとお前の体に怪我をせんではならぬから。とついに魔男に陥れられましたるというは、実もって気の毒千万。徳兵衛元より仕組んだことがうまくいったんですから、腹の内では大喜びで、情け容赦もありません。二人もすっぱだかにして追い出しました。佐吉とお鷹はすっぱだかで出ましたが、折りやしくしきりにみぞれが降る。佐吉、これからどうしよう。お家さん、どうしましょう。ほら、実に残念だ。いえ佐吉、旦那があの生き組ではお前の命も取りかねない。自分の明かりを立てようとするとお前の命も捨てねばならん。私が悪いようにはしないから諦めておしまい。本当にお前には気の毒だが、堺へ行ってお寺の北条様を頼んで何とかしてもらおう。そんなことをおっしゃって、これから堺までは二里の夜もございます。裸で行くうちに凍え死んでしまいます。それでは佐吉、お前の心当たりのうちはあるまいか。さようさ、あなたのお里に千に奉公していたお百の兄の新助。お百は悪い根性骨の女だが、兄の新助はまことに心立てもよし、兄弟でも雪と炭ほどの違いです。ありゃこの頃お百の尼が悪いことばかりしていたのを怒って店に来やしません。自体が親切な男で、元はあなたのとこの家来でしょう。なるほど、そうそう、私もポンとして忘れていた。それでは佐吉、お前の言う通り新助のうちに行こう。とこれから二人して雑魚場のうちに参って詳しく話をいたしまする。
と新助。やれやれ、まあお家様を裸にして追い出すとは何たること。今までなりからつむりの支度までしてくだすったその恩返しをこんなことでしやがるとは不貞やつだ。ようございます。親の姉の血は妹の成敗は兄の役目だ。どうするか見やがれ。と味切り包丁を持って駆け出そうとするのをようように取り沈めて、これより三人が胸割り長屋でございまするから、小さな布団がわずかに一枚、どうして寝たか抱きつき合って寒さに震えて明かしました。が三人とも心の席がちゃんと据えてござりますから、決してみだりなことはない。実に女の第一の宝は三竿というものでございます。かれこれするうちに夜が明けまする。先に起きた佐吉は何より先におたかに着物と帯を買って信ぜたいと思うが元ではない。よって早速に奉公口を訪ねました。するとご方便なもので、いわゆる天が助けるか神々がお救いになるものかして、すぐに奉公人の給金には珍しい2両の前金を貸してくれましたから、この2両の金で帯から着物まで合歳買い求めてお高に着せまするようなわけで、このうちで日々の暮らしもようようにたつというのも、これも天の恵みというものでがなございましょう。新助は女房代わりに朝早く起きてご飯を炊き、お家さんおはようございますと手をつかえて言う。夜もヤグが不足だから、一つヤギに潜り込んで寝るようにしても、例の一時はまた尊いもので、寝まする時にもお家さんごめんをこうむりますという。その例が正しいから何女の間一点の乱れがましいことはございません。それゆえに例の一時は五条のうちでも真ん中に位をしている。礼儀が正しくありませんから、礼儀が正しくありませんからして、ちょっとあなたへ一口召し上がりましな、いじありませんか宇佐原氏に、なんという、これが破れのもとでございますから、おなごの慎むべきは礼の一時、礼が破れますると不貧行のもとになります。四時はさておいて、昨日と暮らし明日と明かして、今は月満ちて、お高に子供が生まれまするという。新助においてはいろいろ三ぼろその他の心がけもございまする。内々で金子も少々心がけておりまする。なかなか新助といい佐吉といい、今日人間中の手本となるべきもので、憎むべきやつはお百と徳兵衛。これは次々の情に至って弁じまするが、石前の家には余計あり、石不前の家には用あり、展望は開々としてそなれども漏らさず、昔から悪事をいたしたものの、めでたしめでたしと栄えた試しはございません。それはまたおいおい申し上げまする。